それで、君の息子はベネリットグループの後継者に返り咲けるのかね。結果が出なければ、今後の融資は縮小させてもらうよ。くそ！何？その制服。どこか変ですか？自覚持ちなさい。マーキュリーさん。はい。グエル先輩のことどうするの？邪魔だお前ら。どけ。くしゃくしゃ頭の田舎者に。俺が惚れると思ったか。ここに謝罪する。グエル・ジェターク君、もういいかな。わけわかんないです。地中レーダーを使って模擬地雷の位置を推測しろ。自動修正問題なし。兵装変更作業終了。メカニックもスポッターもいなくて、どうやって実施をクリアするつもりだ。 LP029 オルタ集合か。ありがとうにかね。2分でクリアしてみせっから。地球左に20度。了解ヌーノ。まずい。止まれ。アーシアンが目障りなんだよ。追試3日後だって。ごめん、ジェタークリオに睨まれたくないから。ニカさん、メカニック科ですよね。いえ、言葉の意味じゃなくて。紹介ならできるよ。ニカ、どうして彼女がここに？そいつスペーシアンだろ。ありがとうございます。アリアだ。こっちの喋らないのがティル。なんでここにスペーシアンがいんだよ。ごめん兄さん。気にするな。父さんの命令なら仕方ない。どうしよう、これじゃ実習受からない。その実習一人じゃできなくて。じゃあうちの寮来る。ミオリネさん。そいつは敵よ。こっちだってマネキン王子に興味ないわよ。彼女実習のメンバー集めてた。元は理事長室。親父のスペース奪ってやった。覚えた。もうですか？モビル重機理論。頑張ります。我々地球居住民は、モビルスーツ各所隊はガス弾の使用を許可する。突入を開始。制圧検挙せよ。アーシアンの工場をアーシアンが使って何が悪いんだよ。あれ、チュチュは全然余裕。それよりさ、ニュース見たけど、あんたさ、なんでそんなに頑張ってんの？学校彗星にはないの？昔はあったって。若い人が彗星に来るようにって。もっと、なんであんたが背負わなきゃならないの？偉いねあんた。いえ、私は。お姫様に助けてもらうんならうちらの寮に来てんじゃねえよ。あなたもアーシアンを差別する連中と変わらないのね。これから再試験を始める。前方10度、18メートル先に反応。右へ。はい。ちょっと、なんで止まるのよ。教官、機体トラブルです。試験の中断をお願いします。乾燥エリアまでは私が指示する。時間切れだ。スレッタ・マーキュリー不合格。さっきと地雷の位置違うよ。右にルート取って。はい。あの地高生塗料は簡単には落とせないよ。リトライお願いします。そのまま直進。ぶつかるまで走って。あなたも手伝って。え、スレッタ・マーキュリー不合格。リトライは認められてるでしょ。おとなしく順番待ちなさい。本当はすごく怖かったんです。卒業できないです。学校作るんでしょ。期待されてるんでしょ。でも私には無理です。ホルダー様がみっともねえの。止まって、スレッタ。さっきの地球寮の子が喧嘩してる。やめてくれよ。
キュン。ったく、なんで足まで。よかったら地球寮に来ない？ニカ？ニカね、足は1年だけど寮じゃ先輩だかんね。声が小さい。ウメイ、オシュ、タイミング合わせろ。3対1とか舐めすぎっしょ。俺の20万燃えてるよ。消火。あちらの魔女はどうかしら。先のジェターク社との決闘でもクリアしているのはモビルスーツの方か、それともそのために用意したのですから。神業レベルに統合されてるよ。お父さんが見えないな。お父さんいないです。じゃあなんだろう。知らないです。あ、はい、大丈夫です。はい、デート、はい、違います。いや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 。そこがクールでいいって子も多いんですよね。あのね、今度お出かけするんだけど。よく知らない人。知らないのに一緒に行くの？お母さん嬉しいな。ん？ご息女ですか。学校楽しんでるって。まさに人機一体ってとこかしら。やはり身体拡張制御ってこと。スレッタ・マーキュリーはおそらく強化人士だ。僕と同じようにね。彼女を調べろと言ったのはあんたたちだろ。もう一回決闘を取り付けておいて。ご命令とあれば。チュチュ先輩、お前本当にその格好で行くんかよ。皆さんもエアリアル、その直していただいて。エイト頑張ってくださいね。ちゃんと誕生日聞くんだよ。出てこいよ。やだよ。じゃあ行こうか。はい。あのエランが？まさか。お手伝いできて、その、嬉しいです。君のこと、もっと聞かせてほしい。辛かったり苦しかったりは。子供の頃から一緒だったから。エアリアルに一人で乗ってみたいんだ。手を突っ込まれるようなザラついた。スレッタ・マーキュリー。エランさん。そんなもの僕にはない。同じだと思ってたのに。君は僕と。こいつに何をした。返答次第では。決闘でもする。君に決闘を。